させていただいて、その対応を考えさせていただいているところでございます。まだ船内関係拡大しますか？で、隠していたんではないかということなんですが、そこはそういう趣旨は全くございませんで、その幹部といいますかですね、とにかく厚労省の本省から行っている人数がそんなに多くないものですから、本部が特定されてしまうということから、すいませんが、その年齢と性別だけ。ちょっと補足するようなですね。プリンセス号の乗客であればね、夫婦で一人が陽性で一人は陰性だったと。だけどどうしてもね、ずっと行動を共にしてたからっていうことで船をちょっと降りないで観察してるでしょ。同じ扱いしなくちゃおかしいと思うね。ですね、ちょっとやっぱり同室でですね、乗客の方が同室にずっと一緒にいるという状況とですね、それから今回の職員がですね、同じチームとは言いながらも、一つの密閉された空間でずっといるわけじゃないと。でそれぞれお互いに散らばって情報収集に当たったりすることもございますので、そこはちょっと同率には論じられないのかなというふうに考えてございます。この、ね、3人の方以外に、いわゆる自衛軍役で、船内に入っている、役人の方、あとどのくらいいるのか、そして今回ね、感染者数も含めてですけれども、そのリエゾン役の人と接触をして、この、本省でいいんだけども、本省に来ている人というのがいるのか、その場合だと、結局は大臣政務官とかに接触したりとかね、徐々にありうるんで、今のところまでちょっと教えてもらえますか、どのくらい人数がいて。その人たちと接触した人は、このここにいる人は、ね、今の話だと東京には来てないようですけども、この人たちと接触した人が東京まで来ているのか、この点だけ教えてください。すみません、ちょっとリエゾンの方、すみません、手元に今資料ないので、ちょっと確認をして。2人や3人ずつ、ザッツオルトみたいんでしょ。あ、そうです。10人とか15人とか、DMATとか、本当のお医者さんとかですね、そういうことになりますと、かなり数が多いですので、こういうようなその、まさにその事務的なその、支援といいますか、そういった人数ってなると、もう本当に限られておりまして、2つ目の、その2日に発表したのが、その3人1組でチームを組んでたんですが、17日の日にも発表された職員も、こちらも3人1組でチームを組んでございました。だから、その人たちでした人が、はい、東京とかに来てる可能性とかある人は、どのくらいいるんですか？そうですね。その最初の方のチームの人ですが、2月17日のですね、発表した11日から勤務スタートした人の方のチームの方ですけれども、一度ちょっと職員が交代をしております。でちょっとその交代の日時をちょっと確認させていただきたいと思います。今シフト、すいません、今資料がないとしても、厚生労働省内閣府で何人実際入ったのかっていうのは、もしかしたら何百人かもしれないし、50人かもしれないし、100人かもしれないで、っていうことを知りたいわけですよ。実際感染者の方が出られたのはどうですか？そうです。ちょっと持ち帰りまして、中一緒に調べてみたいと思います。それに加えて加えてですね、ちょっと国体の方から私にも今指示が来て、特にさっき申し上げた、橋本副大臣と自民政務官についてはちょっと後ろの方に指示してもらってすぐ出していただきたいと思います。ちょっとね、国会としてもこれはどうもその橋本君のツイッター見てると防護の基本的な認識を大変申し訳ないけども
思ってるように思えないんですよ。ということは、その神奈川のこの宿泊施設、これは借り上げですか、他の人も来ますか。そして彼は国会に答弁をしてましたもんね、大臣の代わりに。それをちょっと即出していただけませんか、後ろの方に指示してもらって。いいですか、この時間の中に。これ今日金曜日なんで、国会議員一斉に帰ってしまうんでですね、やっぱりこれリスクヘッジを考えてみても、とても大事なんで、早急に出してくれと、自民党も含めて共有しなきゃいけない情報だと思います。よろしくお願いします。副大臣もね、本省には戻ってるっていうのは自分が書いてるみたいだから、自己完結してるんですね。彼らが他の人と接触することもないし、統計持ってくることもないと。だから今我々が聞いている厚労省や内閣官房の方が一体そういう形になっているのか、実際にはその人たちが東京に戻ってくるのか、戻ってこないにしてもこの人たちと接触して東京に戻ってくる人がいるのか、ここはね、もうこれ自体も早急にしないと、その本省に戻ったら何らかの形で今言っている大臣や副大臣という、これ非常にもう、速やかに感染する可能性があるわけですから、そこにお知らせてほしいんですよ。そうですね、まあ、ちょっとその厚労省の入った方々の、そのまあ職員ですね、ちょっと動きにつきましたりと調べさせていただきたいと思います。それで知りたいのがですね、今のことに関連して、橋本副大臣は今回、発症した2人とクルーズ船内では会われたことはあるんですか。そうそう、ちょっと今回私どもが今回の職員に聞き取ったのは、ちょっといろいろその病状とかですね、病態とか、そのいつ入ったかとかということで、ちょっとそこまで聞き取りができてませんので、ちょっとそこは確認させていただきます。いやいや、それはちょっと違うでしょ。法律上、感染者は疫学調査の、感染者の周囲は疫学調査をしなければならないので、はい、橋本副大臣が疫学調査の対象になっているか否かということです。そういう意味ではですね、今私が申し上げたのは、我々そのまあ人事課的な観点で職員の聞き取りを行いますので、それの他にですね、その法律がで決まっておりますその積極的調査というのがありまして、そちらの方でも、保健所の方からですね、いろんな聞き取りが行われまして、専門的な聞き取りが行われまして、濃厚接触者に該当するものがいるかどうかという調査は別途されております。で、今のところその、この3人につきましては濃厚接触者に当たる人はいないというふうに聞いております。でこのね、いや、こういったんですけど、濃厚接触者に当たる人はいないと言われてもですね、この発症した2人が、例えばクルーズ船内で橋本副大臣と打ち合わせをしてたということになれば、その打ち合わせが5分か1時間か2時間か知りませんけど、濃厚接触かどうかというのは、それはある意味で周りが判断することであって、私たちはファクトを知りたいんで、濃厚接触かどうかというのは判断がありますからね。繰り返しますけど、橋本副大臣がいや自民政務官がこの厚労省で発症した2人と何回何分何時間ぐらい
接触したのかということを早急に教えていただきたいんですよ。なぜならばね、もし接触されてたら橋本副大臣はその後加藤厚労大臣と接触されたことはこの 1,2 週間であるんですか。それはあるでしょうね。ちょっとあの私同席してませんけど、おそらくあるんじゃないかと思いますが、いや、そうでしょ、となるとですよ、となると可能性の話ですけれど、橋本副大臣がクルーズ船内で発症した2人と接触してて、その橋本副大臣が厚労省に戻って加藤大臣と接触して、その加藤大臣が予算委員会で質疑をして、安倍総理とも同席しということになれば、この可能性ですよ、あの最悪の場合予算委員会は大丈夫なのかとかですね、まあまあ大げさな言い方すれば加藤大臣と私たち議員も予算委員会の席で2メートルぐらいでこの議論をしてるわけなんですよね。そういうことにも最悪になりかねないんで、ね、あのぜひ橋本副大臣がこの2人と接触したかっていうのは早急に教えていただきたいし、橋本副大臣がまた加藤厚労大臣とこの1週間でどれぐらい接触したかっていうのを教えていただきたいんです。ちょっと今、にわかにわからないですが、ちょっと持ち帰って調べてみます。今日はお忙しい中ご説明していただいてありがとうございます。ちょっと、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、皆さんもご質問あると思いますので、ちょっと一点、11日にダイヤモンドプリンセスに乗られて、それから公共交通機関を利用して自宅へ一旦戻った方と、厚労省の方がいらっしゃるということで、まあ、先ほどこの日は発熱していなかったので、まあ、この日に移っていた可能性を極めて低いということをおっしゃっていたんですけれども、ただこの方がいつどこでどのように感染して発症したかということは別に調査で済んでるわけではないですよね。まだないです。そうですね。ただなかなかそこで楽観できそうな可能性が極めて低いといいなということだけではなくてですね、しっかりと調査していただいて、していただかないと、これで対策を立てていただけるのかどうかとちょっとお話を伺いながら疑問で起こりましたし、先ほどの質問ありましたけれども、このホテルで静養なさったりとか、そのホテルがもうこの担当者たちで、きちんとこう、なんていうのか、そこでホテルに勤めている方たちも含めて、しっかりと対策を捉えているのかどうかとかも、こちらは分からないので、このあたりどうなっているのかということは、もちろん厚労省側としては確認なさっているのかと、そこを教えていただきたいんですけれども。はい、ですね、ホテルといいますか、その宿泊施設ですね、につきましては、今回その、すみません。感染が判明した時点でですね、私ども の医師資格を持った職員がですね、こういう宿泊施設等におけるその消毒であるとか、そういった対応についてその宿泊施設のですね、まあ、施設長さんといわれる方々に連絡を取らせていただきまして、それで適切な対応を取っていただくようにですね、連絡をさせていただいて、対応をさせていただいているという状況でございます。それで一般の方も利用されることがあるというふうに聞いております。民間の借り上げのところじゃなくて民間 の宿泊施設だというふうに聞いてますの でただ今回につきましては各職員ですね、その宿泊施設 の皆さんが使うようなそのレストランとかではなくして、そういったところじゃなくて昼は、まあ、大体船の上で食事をとり、夜の方につきましても基本的にはもう食事をとっている時間がほとんどないような状況、あるいは必要な場合にはそのコンビニとかでですね、まあ、現金 の授受はあるわけですけれども、マスクをした上で、短時間その、まあ、接点ありますけれども、そういったところで買って実質で食事を取っていたということですので、ホテルに関してはそういう宿泊施設に関してはそういう対策のようになっております。よろしいですか。先ほどからね、その濃厚接触はないとかいろいろおっしゃってますけど、その感染された職員の方は皆さんなりには十分注意を払って感染しないように注意していたわけでしょ。
ところが感染してしまうわけですよね。なぜ感染したのかね。で感染力が想像以上に SARS より強いなんてことも言われてますから、もう一回どういう場合に感染するエアロゾル感染とかも言われてますよね。きちんと見直さないとですね、皆さんの常識でですね、皆さんの常識で濃厚接触がないとかですね、安全だと言ってももはや信用ならないわけです。だからもう一度橋本副大臣あるいは自民なんか入られた方全員ですよね、全員がどういう行動をしているのかということをちゃんと調査をしてですね、安易に、電車に乗るとかですね、その国会を受け回るとかですね、そういうことないようにきちんとしていただかないと皆さんの常識ではもう今信用できないと思いますので、そこしっかり心がけていただきたい。これね、マスクをしないで入っていったっていう証言を何人も受けてるんです。厚労省の上の人であればあるほどそうやってやっている。でやはりこの新型に対する認識を2ステップぐらい上げないといけないと思うんです。中国 の, あの人たちの防護服ご覧になってるでしょ。そのマスクとその手袋でっていうのはありえないと思いますよ。あのお医者さんたちはですよ、中国のお医者さんは女性も髪の毛全部剃ってそれで防護服着てやってるんですよ。これほどのそのホットゾーンになってしまっているですね、ホットゾーンに僕らあのしてしまったと思います。だからそこに対しての防護の考え方、感染症のリスクヘッジがこう3段階ぐらい上げていただけませんか。つまり1回入ったらもう出てこない、出てくるときはクリーンゾーンにやっぱり2週間はとどまって、そしてそこから接触すると、それ出入りしてるっていうのはね普通考えられないと思うんです。それとね、ちょっともうこれあの命に関わるんでお願いしたいのは、実際に、13日に PCR 検査をこう乗客の方ですけども受けて、奥さんの方が下船、あの無症状のまま下船されたんですけども、その11日に検査を受けた旦那さんの方はですね、前立腺がんとか腎不全とか高血圧の症状がありにもかかわらず、今日に至ってもですね何にもあの言われずにまだ残っておられるそうなんです。年齢は83歳ということで、でこれやっぱり相当厳しいと思います。あのお二人亡くなりました。既往症があるとこの新型は大変重篤化すると言われていて、やはりしっかりですねこの状況をあの改善できるようにしていただけませんでしょうか。あの専門家ともよくあの相談させていただいて、はい、検討したいと思います。あの3名の公務員の方々の中で、すでにもう肺炎になっていらっしゃる方というのは何人いるんですか。肺炎にまでなっているという方、要するに重症だということです。あ、それはいないです。今のところはいない、はいはい、あ、すみません。それであの先ほど原口さんが2週間やっぱりちゃんとクリーンゾーンというか隔離すべきだと言ったんですが、ちょっとあの、下船した人たちはそのまま陰性の方はそのまま自宅にも返しているわけですよね。で私はそれはやっぱり問題ではないかと思っていて、厚生労働省と内閣官房の人は12日と11日に行って発症が18じゃないですか。つまり12日と11日以降にやっぱりどう考えても感染した可能性があるわけですよね。そうすると下船した人たちの中に現在は陰性だけれどももう少し経ったら陽性になるっていう方も症状が出る方もいらっしゃるわけで、可能性ですよとするといつ感染したかわからないわけじゃないですか。だって12、11日に感染した以降に感染した可能性がある人たちが現にいるわけだから、そうだとするとチャーター機で帰ってきた人たちは2週間隔離してるわけじゃないですか。だから確かに不自由で本当に申し訳ないけれど、陰性でも下船した後2週間はやっぱりあのちゃんとあの見てですね、あの広がらないようにするということをやるべきだと思うんですよ。どうですか。そうですね、ちょっとあの今回すみません、私あの職員の関係だけやってまして、あ、ちょっとあの
問題意識は持ち帰らせていただきます。それね、ぜひお願いしたいのは、香港も今福島さんがおっしゃったように他の国もですね、チャーター便で迎えに来て2週間隔離してるんですよ。だから昨日大臣は3700人も入れる施設がないと言ってるけども、500、500、500、漢方の宿とか暮れに廃止されましたよね。で大変ご不便だろうけども、そういうところでその他の人の動線と交わらないように経過観察をして、そして新たなクラスターを作らないようにぜひやってください。これね、時間との戦いだと思うんです。感染の拡大をいかに遅らすかだから、よろしくお願いします。はい、川口先生。すいません、途中から出席してるんで、もし聞かれたらごめんなさい。厚生科学課長さんは、あるいは国際、今来てらっしゃるお二人、お二人は現場には行ってらっしゃるのかということ、それから現場に出入りをしている職員の皆さん、幹部の皆さんですね、全員 PCR 検査をいつ受けたのか、受けているのか、そういう対応をされているのかということをですね、教えていただいていいですか。私、国際の企画戦略課でございますが、言っておりません。厚生科学課長ではなくて、内閣官房から。内閣官房、企画官のおはようございます。私の方も、クルーズ船には行っております。で、関係の方たち、PCR 検査をしているのかどうか、全員、だってこういう事態になっているわけですか。しておりません。症状が出た人以外はしていないです。だからこれ本来は出てはならない、感染してはならない人たちが感染をしているという事態を受けてですね、これは職員の方々は全て PCR 検査をした上でですね、感染をしているのかいないのかという他の人、これは橋本副大臣含めてですよ、確認を早急にすべきであるというふうに思いますが、そのような議論というのは政府の部内ではないのですか。症状が出なければ別にいいやっていう、そういうことなんですか。そうですね、その辺も含めまして、ちょっと今後のあり方については専門家と相談させていただきたいと思っております。最低でもね、橋本大臣と自民政務官と大坪次長、国会でもとにかくやり取りしてるからね、もう念のためだけど、PCR 検査はもう早急にしてくださいよ、ね、それで陰性だからまだ安心できない状況だし、陽性ってなったら、もうそれは国会にはお呼びしませんとかね。あとですね、ちなみに皆さんは、船に乗られた方々と、普段一緒に仕事されてます？その後。特にしておりません。船に乗ったですね、厚生労働省の職員さんとマスクしないまま普段ですね、省内で仕事をしていると、みんな移っちゃう。その辺の対応どうしてますか？戻ってきておりませんので、しておりません。それでですね、これね、一つ深刻なのは、約1000人、昨日おとついとクルーズ船から下船して、もう自宅に帰ってられるわけですよね。その大前提は、加藤厚労大臣は、クルーズ船の中はレッドゾーンとグリーンゾーンが区別されてて、感染は拡大してないという前提で、だから1000人はもう自宅に帰ってくださいということだったんですよ。先ほどのお話で、その2人感染した厚生労働省職員と乗客の動線は区別しているということですが、厚生労働職員はね、乗客と動線区別ということは、厚生労働職員はレッドゾーンにいたわけですか、グリーンゾーンにいたんですか、どっちですか。そういう意味では乗客の方とは区別されたところにいたということなので、ホワイトゾーンにいたという、グリーンゾーンでしょ、はい、いや、だからそこが深刻なんですよ。
乗客の人とは別の安全な、まあ、ホワイトゾーン、グリーンゾーンにいたはずの厚生労働省職員が発症したということはですよ、乗客の人でグリーンゾーンにいたはずの人も発症リスクがある、感染しているリスクがあるということになるんですよ。ということは原口院長もおっしゃったように、1000人昨日おとついで自宅に帰ってるけれど、その方々の中には残念ながら感染している人がいる可能性が大ということになっちゃうんですよ。そうすると昨日ね、電話してなるべく電車乗らないでください、自宅にいてくださいという電話を昨日されたらしいけど、それじゃ間に合わないと思うんです。テレビ見たらラーメン食べてます、お寿司食べてますとかですね、あと家族に移る、もう同居してる家族のこともあるんでね、そこはいかが思われますか。そうですね、ちょっと今回発表させていただきた3人が、はい、どこでその、まあ、感染したのかというのはちょっと現段階で、ただ船の中で感染していることは事実ですよね。まあその可能性が高い、これ大事なことでね、はい、もしそこが分からないんであれば3日間時計を戻して、もう一回乗客の人は下船してもらってもいいですよ、下船してもらってもいいけど、原口院長もおっしゃったようにね、隔離しなきゃダメだと、うん、もっと言えばもう自宅に戻って家族と同居してる人がいるわけですよ。その家族は会社に今日出勤し、例えばお孫さんは小学校や中学校に行ってるわけですよ、この時点で。それもね、今からでもね、もう一回その1000人はちょっと今からでも隔離させてくださいと。昨日の答弁ではちょっとは宿泊施設あるけど2週間泊まれるところはないと言って、加藤大臣おっしゃりだからね、そんな悠長なこと言ってられないんじゃないですか。家族はじゃないけど、下船した人にその後ね、昨日にでも電話して自宅待機を命じてるんですよ。そうテレビでやってる、そうやってます、やってます、やってる。ああそう、それは確認でね、いや僕はそれ今後手後手だけども、それは自宅待機命じた方がいいと思うけど、だからものすごい論理矛盾で、だったらなんで下船させたのって話になっちゃうと思うんですよ。それから自宅待機でもやっぱり家族に移るっていうことがあると思うんですよ。だから今回中に入った内閣官房と厚労省の職員が感染してたっていうことは、やっぱり、今陰性でも感染してる可能性があるので、まあ、ご不意中で申し訳ないが、やっぱ2週間は下船した後隔離して、症状が出るか出ないかをやっぱり見ないと、本人は全く意図せずに拡散する形になっちゃうと、それは本当に残念なことになることですよ。このね、追及するわけでは全然ないんですけど、私も直接ね、クルーセンが下船された高齢女性から電話もらってるんですよ。それでね、昨日電話がかかってきて、できるだけ自宅にいてくださいと、公共交通乗らないと言われたと。でもそもそもそういう私たちを東京駅でおとつい解放しましたよねと、矛盾してるんじゃないんですかと。今さら電車乗らないでって言うんだったら、なんで昨日何十人も東京駅で解放したんですかと、矛盾してないですかって。ちょっとお二人をここで私でもね、せんないことだから、それはできるだけこれ同時中継なんで、国内パニックになるという記憶ないんで、そこをぜひ持ち帰っていただいて、なんとか見受けても遮断、それから感染の危機のリスクをもうちょっと減らすように、ぜひ伝えてください。一つは要望だと確認なんですが、公共交通帰り利用して下船者 OK ですよと。しかし今は連絡をして不要不急は公共交通利用しないでくださいというふうに連絡をしたわけは、やっぱり感染リスクがあるということでそういう指示をされたという事実関係に言ったので、もう一つ最後要望なんですが、やっぱり先ほどの20日に分かったお二方と一緒に仕事をしていた方がなぜその濃厚接触者でなくて検査もしないかというと、そこに基準があるからなんですよね、定義が。だからこれ元感染研の方が言われてますから、それも濃厚接触じゃないとは言えないと。ということは、定義自体を見直してほしいんですよ。そこの定義見直さないから、今のようなそれぞれの問題が起こっているので、それぜひ要望をお願いします。1点目、答えてもらいます。
ちょっと1点目の方はすみません、私の担当の範囲ではちょっと承知しておりませんので、確認をさせていただきます。問題意識をですね、ちょっとお伝えさせていただくのと合わせて、ちょっとそちらも伝えさせていただきたいと思います。私も要望なんですけれども、先ほどから指摘があるように、下船した乗客がお帰宅になったその大前提は、レッドゾーンとグリーンゾーンが、もちろん改善を重ねていたけれども、少なくとも分かれていたということが大前提で、しかしこうやって職員が3人も感染者が出るということは、これは岩田先生のおっしゃった、ダイヤモンドプリンセス号自体がレッドゾーンだということが残念ながら証明されてしまったのではないかというふうに思いますので、そのレッドゾーンに職員、そして残っていらっしゃる乗客、また下船された乗客いらっしゃったということを前提にもう一回対応を見直していただきたい。で、私この間NHK のニュースだったかな、現場で働いていらっしゃるリーマットの方なのか関係者の方なのか、3000人もの、ね、乗客、こういう状況でその感染症対策の教科書通り守るっては仕事ができないというような発言をされていた方がいらっしゃって、ちょっとのけぞったんですが、感染症の基本対策の基本、感染症からのウイルス感染症の防護、この基本を逸脱すれば、それはもうその人はすぐ感染をして、そしてスプレッダーになってしまうわけですよね。だからそこを基本のところがそもそもダメだったんじゃないかというところに立ち返って、もう一回対応を検討し直していただきたい。それから共同会派の、対策本部で言いましたが、すでに、特措法に基づけば国内感染期に入ってるでしょう。そういうフェーズじゃないですか。だって疫学的な調査で感染経路を、きちんと追えない人が出てきてるんだから、その時はもう国内感染期であるということで、特措法の政府行動計画には定義してありますよ。皆さんがこれを適用してないこと。だからその、段階であるということを前提に準備を進めていかないと、さらに後手後手になるというふうに思うので、これは要望ですのでぜひお伝えいただきたいというふうに思います。いや、あれ副大臣と事務政務官の、問題意識をお伝えしているときには担当に確認をしているんですが、まだ質問されていない。僕もフェイスブック見たけど、11、12が、横浜不動でずっとなんかやってますよね。そしてその後やっぱり一回本省に戻っているっていうことまで確認できました。だからちょっと詳細に教えてください。できたら早い方がいい。ちょっと国体の会議をやらなきゃなんで、国会をさっき言ったように閉じるかどうかっていうことまでしなきゃいけませんので、いや大量の宿題出たんで、それは各担当に分けるということですけども、今原口さんが言ったようにですね、国体としては本当に国会を週明けに開けるのかどうかというようなところも考えればいけないので、大臣、副大臣、政務官、あと大坪次長、これについてもですね、状況調べてもらうと、ここはもう一刻も早く PCR 打ってほしい。あとはこの多数いるリエゾンがですね、本当に東京の職員と接触をしてないのか、大まかにこの3点だけね、教授に返してください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもすいませんでした。